覚悟してね。よし。え、そこから？よし。聞いていいのは、はいかいいえで答えられる質問5つだけだよ。わかった。面白いじゃない。まあ、ちょっとルールよくわかんないけど、曲名を当てればいいのか。もういきなり俺もう酒飲むつもりでいたんですけどね。よっぽど美味しくねえんだろうな。決めた。じゃあ見ていいよ。聞きたい質問が決まったら言って。うん、質問するのは一通り見てからにしようかな。アルバムを変える。ちょっと待ってね。アラバスターデイドリームス3 Sheets to the Window。 何？ Blame the Monkey Brain チェック、 Raise Mind the Dan Polidge、 あとは G Line Transfer、 ジミー、あ、ハンド、 Go Dutty Go、 Go Puppy みたいな感じかな。ハートストリング、ハートをどうぞ。ヒーローウィザー、なんだこれ、スーザン、あー読めないな。 H と Y の発音記号、発音記号って俺人に聞くとさ習うって言うんですけど、俺習った記憶ないんですよね。キスアップザシャットミー、俺の英語力がやばいんでちょっと やめとこうか、そろそろ。だからあれ、じゃあ待って待って、アルバム多い、お、何枚あんの。あーすげえな。あ、20枚。どうしよっかな。じゃあ個人的な質問からいこうか。好きなポイントは？好きなポイントは？それはいかいいえで答えられる質問じゃなくない？すいません。まあいいじゃん。好きなポイントか。歌詞が笑えるんだ。タイトルもバカっぽくて聞くだけで楽しくなれる。バカっぽいタイトルね。これかな、 Unfuck Yourself とか Should Have Been Me Yesterday。 あーほら英語わかんねえんだよ。 Shit Gets Real、 Saint Jean、 Panoramica、 やーべー、 Ordinary、 なんでこれは、 Judas、 これはやべえな。じゃあジャケットに関する質問。ジャケットに、バンド名、あーなるほどね、いくつか入ってるんだね。じゃあジャケットに動物、ジャケ写に動物はいる？いや、動物はいないね。なるほど、人間ですね。可愛い動物のやつ結構あるのに。そうだね、人間か、まあ、無機物か。これ怪しいですけどね。そしたら曲名って何？くどくて汚い言葉ある、曲名は長い。俺ちょっと当たりつけてるのがこれなんで、あ、でもアンファックだからこれを汚くないに入んのかな。他にだって汚い言葉、ほら英語わかんねえからな。でも人、動物ではないから、もし汚い言葉入ったらあれだと思うけどね。じゃあ曲名に何か汚い言葉は入ってる？汚い言葉？例えば放送禁止用語とか。まあそうだね。うん、そういう言葉は入ってないかな。質問はあと2回ね。わかんねえな。じゃあジャケットで、バンド名、ジャケットはバンド名入り。うん、次が最後ね。やべえ。わかってるって。バンド名入ってるとさっきのヒゲ親父じゃないな、ボクサーじゃないよね多分。入ってんだよね。最後何にしよっか。マックフェイテン、人名は入ってる、記号は入っている、単語一つ、あなるほどね。ちなみにジャケット、人がいる、動物はいない、バンド名がある。無機物かどうかわからねえのか。
あ、でも文字は入ってないから無機物だの可能性もない。あ、もちろん待ってよ、これ動物か。下にいるのはイルカかクジラかなんかか。ジャケットの、あ、ごめん、バンド名の、単語一つか。バンド名は単語一つ？いや、二つ以上。やばい。質問は終わり。当てられるかな？オッケー、最後に少し確認させて。分かったのは、バンド名は単語二つ以上。はい。曲名に汚い言葉はない。はい。ジャケ写に動物はいない。うん。ジャケットにはバンド名がある。うん。曲名がバカっぽい。バカっぽい。もう考えはまとまった？まあね。いや、わかんねえだろ、こんな。これじゃないんだよね。これも違う。ソングミッシング。バンド名だから。Blame the Monkey Brain。ああ、Monkey Brain ってちょっとバカっぽいかな。で、単語2つだもんね。これっぽいか。これ違うね。単語2つ以上だから。あと、グラップ。これもそうか、人。and kick your arm on us。なんだろう。Give me a hand。ギミじゃない、ジミーか。ジミーの手。バカかな、わかんねえな。あとはサナ、あ、サンドラか。サンドラステル。ハートストリング。ハートストリングがバカっぽくないんだよな、俺の中では。あ、待てよ、動物はいないっつったよな。思い出し、分かったのは、バンド名は単語2つ以上、うん、曲名に汚い言葉はない、ジャケ写に動物はいない、ジャケットにはバンド名がある、曲名がバカっぽい。もうお祈りだな、これ。曲名がバカっぽい。あ、これもか。パノラミカ。俺はパノラミカがバカだったら嫌なんだけど。時間ちょっと来てるんで、これ2つに分けるか。これマックフェイデンってさ、大丈夫だよね、怒るよ俺これだったら。ワールズハンズ、いやこれも違うだよな多分。なのでガチガチでじゃねえよな、もう消去法みたいな感じだけど。キスアップアンドサッミー、どれだっけ。だもうこれか、これしかないんだけど。いや、モンキーだろう。モンキーこの曲違うな、残念だったね。マジか、しょうがない。答えは何だったんだろう。見た目よりマシだよ。まあアレックス飲めるみたいだからね、気にしちゃいないんだけど。まあ飲むつもりだったし。お味は？まあまずいね。なんて言えばいいかな、コーンシロップに絵の具入れたみたいな、ただ甘いだけじゃないヤバさ。ねえ、ありがとね。楽しかったよ。うん。それレコード屋の仕事？いや、キャラクターデータだよ。ラープって知ってる？いや、俺知らないんですけど。なんで嘘つくの。俺は知らないんだから困るんだけど。聞いたことはあるかも。ライブアクションロールプレイ、ロールプレイングゲームを現実でやる感じだよ。衣装や武器も作って、あと小道具も。楽しいよ。確か来週やるって兄さんが。うん、やるよ。ゲイブとイーさんが参加するから楽しみなんだよね。あんたも今度参加してみない？面白そうだからよくね。うん、いいよ。みんなと一緒ならすごく楽しそう。安い気がしちゃったでしょ。仕事に戻らなきゃ。またね。テーブルトーク、マスターの依頼は完了。他にも仕事あるかな。ね、テーブルトーク RPG かと思ったらガチ RPG やるんですね。面白そうじゃない？サビだらけだ。触ったら逆に怪我しそう。だからあの剣とかがお部屋にあったのかもしれないですね。剣と魔法の世界、川越ですね。マスターちょっと話させてもらっていいですか。
さあ行こうか。終わったか。まあさっき言われたことは全部。他には何かあります？いや、まあこの辺でいいだろう。戻ってきたか。大丈夫か？まあね、おかげさんで。よく働いてたぞ。マジか。話そう。屋上に来てくれ。うん。もう上がっていいぞ。今日はありがとう。お前さんがいれば助かりそうだ。怪我人を待たせるな。早く行ってやれ。はい。お疲れさん。めっちゃいい人。さて、兄さんと話さないと。電話か。この街でもこんなことやるんだ。楽しそう。まあ、今ちょっとポッと押してみたら押せるんですね。ムービー中でもこの携帯をいじくることができますね。あ、完全にできるんだね。あ、そっかそっか。思い出、兄さん。口、あ、口じゃねえや。ラリーのメモ。ああ。いや、まあ、これあれかもしんないけどさ、だってライリーだってさ、大学のことをね、マックに言わなかったんでしょ。まあ多分心配したりとか、まあもうぼちぼちうんざりしてたのかもしんないけど、でも街から出るだったら全然ね、いいし、あ、ついてきてほしくなかったのかな。なんかさ、お兄さんの部屋まだこれからなのかな。汚くない？だって、汚くないっていうか、なんかその自分は何も言わないで、ねえ、なんかね、ほら、言わなくても分かってよとか、そういう感じじゃないじゃん、多分大学のこととかって。大切な、ね、自分の進路のことだし、ね、ちゃんと考えてるっていう、話せばいいと思ったんですけどね。おかしいと思わないのか？あいつ、お前を狙ってるんだ。受験の相談に乗ってくれてるだけよ。親切にしてくれるからって、絶対に下心があるとは限らないでしょ。高校中退で少年院上がりの野郎が親切心から受験の手伝いだって、信じらんねえな。そんなこと言わないでよ。ゲイブは友達だから手伝ってくれてるの。まあ今聞き直すとマックのちょっと妄想癖がやばいですね。もうそこもちょっとおかしかったんだろうな。やっぱ人は信用したい、したいな。したいな。まあ、ただ仲良くしてる人のことを悪くは言ってほしくないですよね。で、実際にその悪いことしてるわけじゃないのに。まあだったら目の届く範囲でやってもいいのかなと思うんだけど、まあ子供じゃないからな。子供っていうか、そのちっちゃい子じゃないからさ、あんまり大人とか子供とか、あ、そういう言葉って使いたくないんですよね、その精神的な話で。出来上がってる子はちっちゃくてももう出来上がってるし、ね、出来上がってない子は俺みたいにね、いつまで経っても出来上がらないんで。怪我はどう？まだ痛い。ねえ兄さん、本当にごめん。酒しかねえのかよここ。別に俺聞きたいことないんだけどな、どっちも。基本的にね、あるじゃん、迷わないんですけど、こういうところで選択肢がないとね、迷うんですよね。どっち、まあ、カッコつけてんのかな。カッコつけてる？いや、
まあ少しは。でもお前がプロボクサーだったとはな。あれは本当にごめん。俺を雇ってくれよ。ほらセコンドで。もうだから本当にごめんってば。冗談だよ、気にすんな。俺の方だって。分かってなかった。私がヤバいって？そうじゃない。お前のこれまでの人生のことだよ。きつかったろ？別に。お前の殴り方、慣れてる風だったからな。あの時は気づく余裕なかったけど。そういうことだろ。ん？施設で喧嘩ばっかり。少年は大変だった？ああ、まあ問題行動ばっかりだったんだろうなっていうのは。施設では喧嘩ばっか。いつも。そりゃ慣れるよ。そうか。隠し事があるのは分かってる。悩んでるんだろ。話してくれよ。全部打ち明けたいけど、あんなことした後だし、信じてもらえるのかな。お、来た。自分の過去の話、自分の力のことを打ち明ける。どうだろうな。でも兄弟でしょ。こんだけ心配してくれてるし。ねえ、誰だっけ、アレックス。アレックスもさ、話したいって言ってんだから話しゃよくね。あ、このなんか いい加減っていうか、この直腸っていうか、この直線的なやつで良くないのかな、性格的に。でもゲイブは男の子だから。まあ俺も詳しく知りたいしね。私ちょっと変で、人の感情がわかるんだ。なぜかオーラみたいなのが見えて、強い感情だとその感情が私に乗り移ってきて、それでおかしくなる。いつからなんだ？もうずっと。さっきもマックの怒りがはっきりと私に伝わってきた。でも切れてるのは見りゃわかるだろう。マックはね、自分にも怒ってたよ。ライリーを失うかもしれないって。自分のせいでね。誰に聞いた？ん？誰にも聞いてないと真面目に答えるライリーだよと冗談っていう。いや、真面目に答えろよ。誰かに聞いたりしたわけじゃなくて、ただわかるの。確かなんだよな、それ。疑うのもわかるよ、兄さん。やっぱその普通じゃないからね。でもこれはマジ。
俺の感情わかるか？これ見れたりはしないか。今はわかんない。感情が高ぶってないと無理なんだよね。そうか。まあ信じられないよね、普通は。人の感情を感じられるんだよな。うん。心の中を覗く感じ？そんなとこかな。超能力じゃねえか。ん？マジで言ってる？むしろ呪い。ああ。喧嘩になるし友達もできないのに、むしろ呪いなんだけど。すまんすまん、俺的には羨ましかったからさ。わかる。その俺が人の気持ちを全然わからないからって、シャーロットが先生になってその辺のことを教えてくれてるんだけど、お前は別次元だよ。心が読めるなんてさ、すごく特別だ。ゲイブ。いやー、もうちょっとゲイブいいな、俺ちょっと好きだな。あれ今何話してた？やべえ、ゲイブにあのシンパシー感じすぎてちゃんと話聞いてなかった。こっちかな。特別？本当にそんな風に思えるの？ああ、捉え方の問題だろ。うん、呪いなんてね、そんな風に言わなくても。俺がついてるから頼ってくれ、いつでも。で、あのギターはいつくれるの？なんだ、見つけたのか。びっくりさせたかったのに。したよ。で、どうだ？ちょっと待って、ごめん。ちょっと、あの、ちょっと感動しちゃってさ、目が見に来てるんだけど。やばいね。テンション上がったよ。そうか、やっぱりな。よう、ライアン。よう、イーサンはいるか？ああいつなら家にいるぞ。でも連絡がつかなくてさ。まったくあいつは。様子見てくる。ねえ、実はさっきイーさんと話したとき、鉱山に探検しに出かけるみたいなこと言ってた。え、なんで黙ってた？ごめん。もし本当に鉱山に行ったんならかなり危ない。行こう。そうだな。ちょっとね、グッと来たのに急にやばいことになっちゃいましたね。大丈夫かな。あのアレックスがさ、歌歌ってる時の時に多分アレックスもさグッと来てたんだけど、俺もあれなるんですよね。歌歌うとちょっと泣きたくなっちゃうっていうか、感極まっちゃうんですよね。イーサン、イーサン。早
く出てくれ。なあ、こっちだ。久しぶりに来たけど、すごいありさまだな。全然綺麗だけどね。仕事で来たりはしないの？来ないよ。ここは私有地だし。昔は父さんと来たけど、その信用だって、あの頃は掘り出すのに山を吹っ飛ばしたりしなかったから。どうだ、タイフォンの保安課と話ができた。爆破は中止にしてくれるってよ。はあ、不安の種が減ったな。おい、どうした？シャーロットも心配だ。彼女は強い、平気だよ。さあ探しに行こう。ったく、俺たちがこんなことしたら親父に死ぬほど怒られたろうな。さっき私が止めてれば、それかすぐ兄さんに言えばよかったのに。気にするなって、お前のせいじゃない。うん、だけどさ。よし、探索開始だ。何かあれば言ってくれ。任せて。うん、多分。そもそも行動にはどこから入るんだろう。じゃあ切りがいいので、この辺りで終わりにしましょうか。あの選択がここにかかってくるのかな。いやきついな。